牛若丸、まかり越しました。武士として誠心誠意尽くさせていただきます。ポンポコリン。すみません、次もお願いします。これが霊気再臨、気持ちいい。こんなに五感が鋭く、ここまで強くなれるなんて。ご覧あれ、主殿、この牛若、武芸の極みに達しました。何事も規則正しくです。主殿、いかに主殿といえ、だらしのない習慣は容赦なく叱りますから、そのつもりで。頼朝、兄上のことですか？もちろん、兄としても武士としても敬愛しております。自慢ではありませんが、世界で一番優れた兄だと断言します。私も遊び心ぐらい持っています。子供の頃はやんちゃでしたから、大人をからかうのが趣味で、日立坊を困らせては高笑いの毎日です。今はそうではありませんが、全力で自重していますとも。戦を怖いと思ったことはありません。私、こう見えて天才ですから、どんな戦場に送り込んでも生還すると兄上はよく言っていたほどです。いやー、それにいたしましても、バビロニアの私は大暴れでしたね。お恥ずかしい、穴があったら立てこもりたいです。何度裏切られても、やっぱり私は誰かのために戦いたいです。主殿が許してくれるのなら、最後まで一緒に。いえ、何でもありません。マスター、私もあなたと共に様々な旅をしてきました。生前では知ることもなかった土地、文化、そして敵。許されるのであれば、このまま永遠に仕えとうございまする。もちろん、それは許されないのですがね。主殿、そろそろお立ちください。いつまでも横になっているとたぬ、あ、いえ、牛になると言いますゆえ。無論、兄上同様、主殿にも誠心誠意お仕えします。その、主殿が私に不満がなければ、ですが。サーヴァントの何たるかは心得ています。何でも言ってください。もう長い付き合いです。主の考えることなど、私にはお見通しです。いちいち首を切るな、ですよね。あれ、違う？弁慶、そなた弁慶か？ではあれをやってみろ。白紙写経の清書だ。何？できない？では飛べ、飛んで小銭を私によこせ。何？それもできない？なるほど、貴様、後で寺の裏に来るがいい。ああそこの自称弁慶、まあバビロニアでは何時もそれなりによくやったと、そう言わざるを得ない。ひとまず褒めて使わす。なんだその顔は、サクッとされたいのか？おお、あれこそが源の雷光殿。一つ手合わせ。いえ、やめておきましょう。身内の殺し合いとか、よくないことですから。お、あれが酒呑童子。なるほど、彼女なら首を切ってもいいですよね。よくない？そうですか。残念。茨城童子か。え、後ろに回ろうとするな。あ、いや、すまんすまん。お主を見ていると、どうしても、
構な。あれが伝説の鬼殺し、渡辺の綱殿。先ほど戦いを見てみましたが、いやすごかった。細切れでしたよ、細切れ。あれで人を切るのは苦手だとか、大根おろしくらいにしないと納得いかないタイプなのでしょうか。金時殿、伝説の豪傑と一緒に戦えるとは光栄の至り。それでそのお願いがありまして、例のゴールデンに乗せていただけませんか。大丈夫です、私天才なので多分なんとかなるでしょう。たわらの十和田様、あの伝説の、どうしましょう。アルシトのカルデアではサインとか握手とかありでしたか。アルシトの少々よろしいですか。あの名武という女将ですが、トレーニングとか何もしてないのですよね。つまりあの足とか体は天然。ふざけているのですか、彼女は。なんて羨む。いえ違います、断じて違うのですが。もう。もやオッキー殿、今暇なのであればゲームなどいかがです。よろしい、すぐにやりましょう。ではこの格闘ゲームで。ちなみにこれ、首を切るモーションなどはありますか。ない。そうですか。な、平の過激よ。しかしあれはどう見ても私では。いえ、見間違いでしょう。さもなくば幻覚です、牛若、断じて認めません。我が兄、源の頼朝についてですか。はい、大好きです。はい、主殿のことはもちろん大変好きです。阿吽の呼吸も極まり、もはや私は主の犬か馬と言っても過言ではないのでは。勘違いされそうだから、自分を動物に例えるのはやめてほしい。嫌いなもの、高いところは少し、日踊り越えなど二度とやりたくありません。全く関係ないのですが、コールタールなどが大変苦手になりました。聖杯にかける願いは決まっています。兄上とまた仲良くできれば牛若は嬉しいです。聖杯、主の犬に、いやタヌキに、いやレッサーパンダに、コアリクイに、あの、何でもありません。はい、何か動きがあったようですよ。私の勘がささやいてます。誕生日おめでとうございます。年を重ねるのは良いことです。あ、主殿、こちらいかがでしょうか。自分では似合っているのか似合っていないのかわからないのですが、名武に尋ねてみましたが、そんなこともわかんないのと舌打ちされましたし、似合っているならとても嬉しいです。いえ違いますね。主殿に似合っているとおっしゃっていただけるなら、似合っていようがいまいが関係ありません。少し動きが阻害されますが、すぐに慣れそうですね。服を汚さず戦うのもお手のものです。踊りだけはちょっと苦手ですが、いえ一人で踊るなら問題ありません。ですが相手がいるとなるといささか。まあ、ある人の以外に踊る相手もいないので、その辺は気楽ですけれど。これぞ我が伝説の一つ。我が肉体は
鳥のごとく水面を舞う。壇ノ浦発想飛び。En su biografía podemos encontrar que Ushibakamaru fue un comandante militar con una historia tan trágica que se podría decir que todo Japón conoce su nombre. Aunque fue dotada de talento y carisma, fue abandonada por su hermano, Yoritomo, y fue derrotada junto a sus seguidores, incluido Benkei. Ushibakamaru fue el nombre de la infancia de Minamoto no Yoshitsune. Además, el caballo que monta se llama Tayuguro. No sería una exageración decir que Ushibakamaru fue la general más famosa de toda la historia japonesa. Sin embargo, la historia está llena de incógnitas y su vida antes de liderar un ejército no está clara. Se dice que cuando tenía 11 años, Ushibakamaru estaba bajo el cuidado del templo Kurama, donde conoció a Lon Myōhiki y Chihōgen. Algunas teorías sugieren que era el Kurama Tengu y se le impartió el conocimiento de las artes militares. Si bien no hay duda de que Yoshitsune era una excelente estratega, le faltaba algo vital. El miedo a la batalla misma. Nunca trabajó bien junto a otros comandantes. Probablemente ni siquiera se dio cuenta de que Yoritomo deseaba su muerte. Era un genio y nunca tuvo dudas ni miedo en sus propias habilidades. El nombre verdadero de su noble fantasma es las historias errantes de Sanao. Las leyendas de las hazañas que Ushibakamaru logró en vida se manifiestan como técnicas secretas. Además del salto de los ocho barcos, ella tiene otras cuatro técnicas secretas.